続いてはリンゴ娘王林。お待たせいただきました。おでこ失礼いたします。建物の入り口で検温と、ここまではよく見る光景。しかし、失礼します。おでこにバカのスタンプ。小学生のもの。あ、止めてください。ありがとうございます。すいません、ディレクターやってきますので。はい、お願いします。イチゴを頬張り、水に手を伸ばす。鏡を見て気づいた。ちょっと泳がせてみる。いつバカになったのか、風鈴は考える。考えてる。いい顔してる。なんで。そしてそれを強調するバカ。やがてバカは元の位置に戻ってきた。それでは鏡に潜むクリーム砲でバカの文字を消してあげよう。しかし、綺麗に避けました。急にヘラヘラし始めた。東京ですね。真ん中にですね。やはり王林、反射神経がすごい。ナイス。避けちゃった。こういうのはボンって当たるんですよね。すごい。顔面で食らいたかったな。そこまで言うならどうぞ。念願のクリーム砲。怖い。クリーム好きだからやってみたいって気持ちあったんですけど、あんまなんかこうやるもんじゃないなっていうのが初めてやった感じです。